はい、さっきまでね、インターンでアプリ作ってたんですけど、急いで抜けてきた。なんで抜けてきたかっていうと、ガチバトルが53分なんですよ、あと。で、今、レジェンド2でしょ。で、マスター行かないといけないんですよ。うん、俺の使命として、マスター行かないといけないのに、なんで53分ってこのチーム行きすぎて。ちょっと待って、誰かいない？いない。山田 YT 取り込むな、マジで。なんで取り込んでんの？ちいない、まあ、まあ、終わった、マジで。じゃ、誰か。で、ツイッターで探しても、なんか変な人来たりするからな。行くか。野良か。まあでもやるしかない。で、ペナルティーキックでしょ。まあこれ、一発目リコね。あー、これまずいね。投げ取られたか。で、敵最終ピックなんで、壁壊し使ったとしてもね、あんま刺さんないんですよね。で、こっちが投げ使ったらなんか壁壊されて、なんかいろいろボコられたりするんですよ。で、ここで取るべきはタンクなんですよ。タンク取っておかないと最終ピックでタンク刺された時終了するんで、そこでサム、そこでサムか。まあラフスとか、まあ、ジャッキーとかありやけど、こっちがタンク使ってタンクメタされるとちょっと困るんですよね。誰使おう。やっぱ頭が回んない。さっきまでアプリ作ってたから頭が回んないんだけど。じゃあ、終わった、マジで。メグ以外思いつかない。俺、ちょっとインターン今抜けてきた罪悪感とともに、なんで俺は今ゲームをしてるんだっていう。わざわざレンタルオフィスを借りて、レンタルワーキングスペースみたいなところのやつ借りて、やってるんで、この人間として終わってます、今。ブロッサの公認ってところ以外も全部終わってる行動してるんですけど、あ、でもうちの会社フルリモートなんで、大丈夫です。はい。そこ心配しなくて。で、チェスターか。チェスター悪くないっすね。バスターか。終わった。今ね、めちゃめちゃ追い込まれてて、あと、600、700ポイント必要なんですよ。で、それ50分でしょ。なんで、まあ、全勝して、で、1試合というか、まあ、1勝あたり10分くらいしか使えないんですよ。だから、ここで3ラウンド目行くとまずいし、もう負けなんてもう持ってるほかです。はい。なんで、とりあえず右サイドだけ、まあ、車線通ないし、通んないし、しかもこのマップ。で、大丈夫か？しかももう、イカじゃなくて、これ誰？ワニ？ワニじゃなくて、シマウマが強すぎる。どうしよう。マジで、どうしたらいいっすか、これ。この状況。で、味方、壁壊してくれるかなと思ってたんですよ。サムが来た瞬間、まあ、俺が壁壊してもよかったけど、ちょっとそんな、俺の脳みそ、今、余裕ないんで、足りてなくて、俺の脳のリソースが足りてなくて、ちょっとね、考えつかなかった。俺が壁を壊すっていう発想に至らなかったんで、味方が壊してくれると思ったけど、チェスターじゃ壊れない。で、こいつは何？終わった、こいつ。こいつは終わった。あー、どうしよう。いや、サム強いし、結構。で、これ、ウルトは絶対避けないと。で、もう一発進化。もう一発進化。まずい。久しぶりにピンチを迎えている。これ決まったら終了。で、さっきね、右サイドがやられたせい。この味方うちは俺にっすか。多分俺にか。まあ、俺にか。俺にっぽいな、これ。なんか俺が戦犯してる。まあ、キャラクター戦犯っていうのはまあ、否めないけど、そんなやってんのか、俺。俺はやってるのか。もうやってるかどうかすらの、もう、わかんない。自分ですら。自分でも冷静じゃないからね、今。で、今ね、リモートワークボックスっていう、なんか絶妙に防音性の悪いところで撮影してるから、まず音が悪いでしょ。で、なんかね、微妙に外に聞こえてる気がするのに、今、すごい、恥ずかしいの。わかる？この追い込まれすぎてる状況が。会社の人待ってるでしょ。あれ？あの子？あのインターンの子、どこ行った？みたいになってるし。俺今、すごいな、状況よ。めちゃめちゃ追い込まれてんの。で、こう、終わった。負け？負け許されないよ。出てきた意味がないもん。どうせならマスターにちゃんと言って終わりたいよ。さあ、じゃあ右サイドどうしよっかな。で、ちなみにこの味方は俺に味方打ちしてんの？俺にか。あっち行けみたいなこと？それとも、お前何してんだよって。俺があっち行かないといけないか。いや、でも右サイドに2人いるってことは、左サイド空いたってことなんで、左に、ワンチャン今の左、ご利用せば、決まった説あるんですよね。右が落ちてるってことは、左に一匹なんですよ、敵が。いや、これ、
え、これもうもしかして失点？失点パターン言えんなこれ。あ、終了か？いや、ギリ。ギリワニ落としたで、このバスターが強すぎるマジで。止めて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 。え、なんか諦めてはないか。俺が右サイド行くか、じゃあ。俺が右を止めてやるよ。お前ら左頑張れ。で、ここのね、ここの壁、もうすべての壁という壁を壊しさえすれば絶対勝てるんですよ。まあでもね、壁壊すっていう戦術が一発目リコ取った瞬間、リコ壁壊したらまあちょっと腐るじゃないですか。それもね、ちょっとできなくなったんですよね。ならば投げを取りたいところなんですけど、いや、これちょっとあるな。これちょっとあるな。いや、ワンチャン。ワンチャンある。で、このジャガイモさえ落としたら。ジャガイモ！なるほど。まあ、そう甘くはないと。マスターまではそう甘くないと。で、今ね、一刻も早く点決めないといけないですよ。まあ、どっちみち。勝つか負けるかというより、早く勝たないといけないっていうところもあって、それ以前のやつね。うん。え、終了？この動画もしかして終了ここで。あ、俺やね。え、あ、俺やね。うん。確実にこの味方打ちは俺やね。ではサムが、やっぱリコサムきついか、さすがに。まあでも壁うまい感じに使えばみたいなところはないか。今ね、レンタルリモートワークボックス、ここでティッシュとかなんもないからさ、俺の鼻声がもう止まらないの。うん。俺の鼻声止まらないし、敵のサムもバスターも止まらないの。いや、なんかさ、ボール、え、あら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 、あるんじゃね？マジであるぞ。やばい。勝てる。延長タイムは勝てる。土下座する準備はできてる。俺は土下座する準備はできてる。会社の人に。いや、ここ、俺が生きてたら、絶対耐えろ。待って、止めろ。ナイス。いや、これ勝てる。で、今気づいた。この防音性。結構悪い。外から声聞こえる。俺の声多分めちゃめちゃ聞こえてる。俺の羞恥心が勝ってる。ゴッ！ちょっと、ま、冴えてきた。大声出せない。この感情も閉じ込めたくない。さて、勝とうぜ。お前らもあれでしょ？どうせ時間ギリギリにこのガチバトルやってるってことはもう。あれじゃ、夏休みの宿題は絶対最後までやらないタイプの人でしょ。俺と一緒か。てか最後までというか、もう最終日まで手つけないぐらいのレベルか。で、ここでみんな考えること一緒なんよ。みんな勝ちたい。任せなさい。あ、これは雑魚。いや、ここのバスター落としたら熱いんですけど、無理か。ちょっと壁が邪魔すぎるな。で、まあこれで挟むことできるんでバスター落とせるでしょ。で、サムが突っ込んでった瞬間サムも落とせるんですよ。で、これ、第一段階前線押し上げて、そこの壁壊し、ガチャ熱い。え、これ勝てる。この試合勝てる。そこの壁壊れたら、勝てる。ウルトバシューン。で、リコハサミナイス。いや、この髪の毛持ち、馬さえ倒せば、回復しなくなるんで。で、サム、ジャガイモがザコでしょ？メイクインザコの。え、ちょっと待って、マジで。マスターがこちらを覗いてきている。俺がマスターを覗く瞬間、マスターもまたこちらを覗いている。でもこれ延長するにはちょっと時間が足りなくなっちゃうんで、今すぐに勝て。前線を押し上げろ。で、これ、俺が行っていいのか、ここ。行っちゃって、ここ、あ、そこチェスタ。チェスタ、お前味方するぐらいならさ、決めろよ。前線勝て。まずい。危ねえ。アップでー。え、ここ死んでもいいな。いや、今の死んでもよかったな。進化前の状態なら、もう、まあでもちょっとリザルト悪くなっちゃうんで、で、リザルト悪くなると、チェスターが、ほら、このメグでしょみたいなこと言われるんで、そんなに気にしてる場合じゃないんやけど、そんなどうでもいいんやけど、正直。どうでもいいが、しかし。これ味方め、そこの壁壊すとまずいよ。そこの壁壊れるとまずいよ。OK。まあ、ここで前線張ろう。もういいや。時間はいい。とりあえず勝て。え、ここ突っ込んでくんのちょっと。お前自信ありすぎじゃね？投げだぞ、あくまで。あくまで投げが、そこまで、しゃしゃってくんじゃねえよ。え、これ諦めたの？決めろ、決めろ、決めろ！お前、
いもんだマジで。お前マジで決めろってマジで。20秒大事にしろよお前の人生。お前の走馬灯それな。じゃあお前20秒大切にしないっていうことは、お前の残りの人生の最終日の走馬灯それになってもいいの？そこの20秒大切にするかどうかでしょ。ちょ待って、お前の20秒のせいでマスターいけなかったらマジで許さねえぞ。まあ、勝ってたならよし。チェイスター、お前が一番頑張ってる。いや、もう、今ね、外で、外国の人がね、ちょっと今、音楽爆流しで、多分今、ホテルなんですよ、この中。で、音楽爆流しで、ルンルンで歌ってる声が丸聞こえってことは、俺の声も丸聞こえってことなんですよね。これ、非常にまずい。俺のさっきのチェスターへの、ちょっとした悪口みたいなのが全部聞こえてると考えると、興奮してきたね。いや、あのコルト絶対ダメよ。ちまいな。ザベスにコルト、コルトがザベスに勝てるわけだ。ファングか、初手ファングも結構地雷。まあブロックは悪くない限り、まあ、ここ壁壊せるかどうかで結構生存率が上がっグレイまずいね。ブロックはグレイに勝てないんだから。でそうなった時に俺が何を取れば、何をメグ絶対勝てないじゃん。もうファング、ファング終わったでしょ。で、ブロックを追ったでしょ。何タスクキル。これ、賢明な判断です、これ。ここでタスクキル必要がないと、あのこれ試合に負けたらゲーム終了なんですよ。まあ、時間に追われてるけど、時間に追い込まれまくってるけど、時間に追い込まれまくってるけど、負けたらもう元の子もないんで、あれ絶対負けます。絶対負けるときは、もうしょうがない。タスクキルしょうがないです。次勝てばいい。これで勝てばいい。もう強奪は神よ。あの強奪なんてもう試合時間くそ短いんで、でミスター B これ味方支持してるんですけど、これ多分リスナーっすね。俺がミスター B を使ってるってこと、あ、なんかコルト提案してきたっていうことは多分絶対知ってる。これモサ強い人です。熱い。これは試合音速で終わらして、俺のマスターが見えてくる瞬間、これ何ピックすんのかな味方。まあ、味方のピック次第でマジで余裕で勝てる。頼む。さて誰取る。誰でもいいぞ。グリフなんてもうちょろいコルトにかかれば何でもいい。何でも勝てる。かかっ、やべ時間がない。マジで時間がない。一番悪いことされてるそれ。害悪すぎるそれ。俺がってことか。はい、またペナルティーキック。パン髪、髪が強い。ペナルティーキックね。で投げ味方ので、今回ね、回復するヤギあのバンしてるんで、もうこれはちょっともう勝ったか。でリコ VS 投げたらさすがに投げるのが強いと思うんですよ。でゲイルは強いよ。ゲイルはバカ強いんやから。今ゲイル最強格なんやから。今どこでも強い。さあゲイル取っていただければ、まあ別にバスターでもいいか。でさっきのさっきの敵の編成真似るか。そんなふざけてる場合ではない。さあ敵は何が、何を取る。君は何を選んで俺たちに勝とうとすんの。もう正直割と何でも勝ってるけど、ね、今んとこも相性バカ勝ちしてるんで負けないです。俺のマスターが、マスターが近い。おいでマスターおいで。さっきの俺やないかいそれ。もう何でも勝てる。何絶対に勝って、やばい。プチュンしたわ。完璧プチュンしました。プチュンすると何が起こるかっていうと、レッドか、3時間危険し終了。終わった。もう終了。死んだ。もういい。もういいわ。どうしようもない。よし、謝ってきます。はい。急いで仕事してきます。はい。あの、誠心誠意、ちゃんと仕事をしよう。まあ皆さんもね、まあ夏休みということで、宿題はね、早めにやっておくことをお勧めします。俺みたいにプチュンしちゃうから。